どうもこんにちは、トヨチャンネルのマコトです。今日なんですけど、ダーツが上達しやすい人の特徴と、ムム君を選んだ理由みたいなことをお話ししていきたいと思います。まず先にね、ダーツ上達しやすい人の特徴を伝えておきます。これ結論です。1つ、自己責任マインドがある。2つ、逆算ができる。以上です。この2つを持ってれば必ず、あ、この人伸びるなって思います。具体的にこれどういうことっていうと、一つ目の自己責任マインド、これに関して言うと言い訳をしないっていうところが大きいです。言い訳ってじゃあ何っていうと、今日寝不足だから、酒飲んだからなとか、外的要因にしやすい、外的要因を、言い訳にしちゃうと、まあ、常にそういうのがあった時負けちゃうので上達はしにくいよねっていうお話です。逆算思考って何っていうと、なりたい自分をどういう風に引っ張ってくるかっていうところです。なりたい自分が思い浮かばなければ、例えばですけど、さっきの外的要因のせいにしてた部分、今日調子悪いなっていう発言結構多いと思うんですけど、じゃあ調子って何なのかな。一つは寝不足。寝不足なんだったら、しっかり寝ないといけないし、ダーツをするって言ってもしっかりとした規則正しい生活を送らないといけないとか考えるのも一つだし、試合がある前日は必ず寝ようとか、練習がある前日は必ずしっかりと睡眠を取ろうとか、じゃあ睡眠を取るためにはどのようにしていかないといけないかとか、それは生活リズムが大事なのかとか、あとは仕事でどうしても寝れない、じゃあ寝れないんだったら寝る以外の方法を模索するしかないとかね、何かしらテーマを見つけてくる。そのテーマが見つかれば、テーマごとに逆算をしていくと、そういうふうな問題が何個かあって、その問題を解決していくかみたいなことを考える。ダーツが調子悪い、感覚が一致しない、なんか気持ち悪い、これをしっかり言うと、感覚とイメージの誤差です。どういう風に改善するかっていうところを見つけるとかね、それがトータルとしてちゃんとできれば、狙ったところに入るっていうのが出来上がると。じゃあ狙ったところに入るためにどうしていくのかなっていうのを考えていくと、一番わかりやすいのがプロ挑戦シリーズ第1弾目、 N 君に対して、ダーツを伝えてるんですけど、ブルはまずダーツボードの真ん中ですよね、ブルってね。なので、縦と横がしっかり合えば必ずそこに行くんだよっていう風なお話をしてます。つまりこれは何かっていうと、真ん中に入れたければ横ずれっていう要因と高さのずれっていう要因、この2つを解決すれば必ず飛ぶよっていう当たり前の話をしてるわけです。しっかりと外的要因にせずに、自分の中でどうやったらそこに行くのかなっていうのをしっかり考えていこうねっていうのが第1弾目のお話でしたね。っていう風な感じで、一つ一つに問題からどのようになりたいっていうのを引っ張ってくる、自分にね、っていうのをやれる人はやっぱり伸びやすいよねっていう話です。特に質問の仕方とかね、これ大きいと思います。例えばこうなりたいと思ってこういうことをやってるんですけど、ただちょっと結果としてはこういう感じになってますと、でこの結果に対してこの対策っていうのが間違ってるかどうか教えてくださいとか、そういう風に言われると、あ、この人はこういう風にやってるから、じゃあ次はこういう見方もあるよとかっていうようなアドバイスはしやすい。必然的にそうやってアドバイスを受けやすいというか、してもらいやすい人間の特徴っていうのは、そのような逆算思考ができて伝え方がうまかったりするよねっていうお話です。はい、ということで、2つです。1つは、自己責任マインドがある、そして逆算思考ができるです。で、番外編として1つだけ変な話をします。ダーツが心底好きな人、もう本当にゲームをするより飯を食うよりダーツが好きみたいな人は、逆算思考がなくても結果的にいっぱい投げるんで、上手くなると思います。結局はその挑戦している時間っていうのも比例してくると思うんで、いかに自分がしっかりと、向き合える時間を取るかっていうのもあるんじゃないかなと思います。ムム君を選んだ理由なんですけど、それはセンスだったり投げ方が良かったとかは一切ないです。むしろ見たことがなかったんで。まず何かっていうと、初めてご挨拶させていただいた時に僕はお忍びで行ったんですよね。もともと先生、僕の体のケアをしてくれる人がいて、その人が、投げに行ってたお店なんですけど、そこのオーナーさんが、僕のチャンネルの動画をオープン前だったり、ちょっとノーゲストの一瞬の時間とかで流して、それで練習してるっていう風な話を聞いてて、でそこまでしてくれる人ってなかなかいないわけで、ちょっと興味を持ってたんですけど、たまたまその尼崎ってところで、そこら辺やったら別にその僕も連れて行きますよみたいなことを言ってくださったので、じゃあちょっと直接会って話がしてみたい、どうせ会うんだったらチャンネルをお店の人たちにはすごい伝えてくれてたみたいなんで、じゃあちょっとみんなに対してコーチングができるようなイベントしませんかみたいな話をしてたんですね。
まあ、そのイベントのお話もしたかったし、打ち合わせまでに一旦どんな人かっていうのも知っておきたかったから行くっていう運びになったんですけど、その日はたまたまちょっと運が悪くてハウス明けやったみたいな、結構お酒も飲まされてて、まあ、グダグダな状況をやったらしいんですけど本人曰く。で僕お店に入って誰がオーナーさんかわからない状態だったんで、とりあえず端っこに座ってたんですけど、まあ、パッと目合った瞬間に、まあ、一瞬でシャキッとしちゃって、ああ多分あの人がオーナーさんかっていう風な、まあ、若い兄ちゃんやなっていうのが、まあ、僕の率直な最初の感想だったんですけど、で若いお兄さんがバーって来はって、でどうも初めましてみたいな、いつもトゥルチャンネル見てますみたいな、あらすごい真面目な人だなとっていう感覚で、まあ、話したんですけど、でそこからそのイベントの件もやっぱお話はしてたんで、どういう運びでやりますかみたいなのをちょっと相談したくて今日来ましたとっていう話をしながら、いやこうこうこうで、そのお客さん目線でどうせお金もらうんやったら還元できるようなことをしたいんです、一旦アンケート取ったりとか、どういうことをみんなが気にしてるかっていうのも調べた上で、それをもとに、何月何日ぐらいでやりたいと思ってます、しっかりとこう組み立てて話をしてくれてた、酔っ払ってんのによ酔っ払ってんのにそこまでちゃんと言えるっていうのは、まあ、そもそも考えてくれてたっていう証明やと思うんですよね。もう僕中年なんでいい青年だなと感じたんで、まあ、そこでお話をしてて、そのイベントが表の企画だったんです。裏企画としてイベントもするんですけど、僕の実績を知らない人たくさんいるし、僕もそのコーチングでの実績っていうのはあんまりないから伝えれないじゃないですか。なので一旦、まあ、それもやりつつ、オーナーさんがこっそり実は僕に教わってて、なんか知らんけどいつの間にかめちゃくちゃ上手くなってるやんみたいなの面白いですよね。裏の企画としてちょっと YouTube で流しましょうよって、いつか上手くなったらっていうような話やったんですけど、それをストックせずに、もうコロナの影響でイベントもなくなってしまったので、それが今のムム君とのやり取り、そのプロ挑戦シリーズっていうのが表の企画になってて、っていうのがまあことの発端なんですけど、彼を選んだ理由としては、その最初の打ち合わせの段階ですごい誠実さも伝わったし、信念じゃないけどちゃんと芯を持って何かに貫通するというか、まあ、やり遂げるっていうような力を感じたので、だったら僕もその師弟関係っていうのはすごい重く感じてる、重んじてるみたいなところもあって、僕の師匠は梅田真嗣さんっていうんですけど、その人が僕にしてくれたことっていうのはすごいありがたいことばっかりで、もちろんすんげえ怖いんですよ、すっげえ怒られもした、注意もされたし、連絡一つですっげえビビるぐらいの人なんですけど、ただそれって全て僕にとっては重要なことばっかり教えてくださってて、でそういう人を僕は師匠って呼んでるんで、やっぱり僕も彼にとって師匠と呼ばれるのであれば、それぐらいのことはしないといけないんだろうなっていう風な、これはもう勝手に僕のあれですよ、僕の気持ちなんですけど、僕が重く持っているだけなんですけど、そこで答えれるかっていう葛藤はやっぱあるんですよ。その葛藤するぐらいの人と会えたならそれをやろうかなみたいなことはずっと常日頃思ってたん で、そこで最初の話し方とか、まあ、要はお客さん思考も持ってたし、自己責任マインドみたいなのももちろん持ってるし、で行動力もすごいある人だっていうのも分かってたので、しっかりプロになるだろうし、自分で吐いた言葉に対しては必ず責任を取ってくれる人だと思ったので、だから僕も、覚悟を持ってダーツをコーチングさせてもらっているっていうのが現状なんですね。まあ、これね本当に大げさかもしれないんですけど、僕がちょっと間違えたことを彼に教えてしまうと彼のダーツ全部崩れると思うし、それぐらいの力を持ってるんですよね、やっぱり教える人って。街中でね教わったりとかする人も多いと思うんですけど、一参考引き出しとしていろんな人に聞くっていうのは僕は全然ありだと思うし、もちろんこうやって YouTube でも発信してるのは一つの参考としてやってくれっていう気持ちでしかないので、まあ、自分に合う合わないっていうのは、まあ、自分自身でね身を守るためにも必ずそこはしっかりしてほしいなっていうのは思います。で僕はスム君に対してはきちんと彼に合うことしか言わないように、彼のイメージに合う言葉は何だろうとかもう常に考えてます。ただ彼すっげえクソ真面目なんで、どうやって一発撮りなんですよ、一発撮りなんですけどすっごい芯食ったような質問してくるんで、ものすごい怯えながら質問に答えてます。どういう風に伝えたらいけるかなとか、その編集してる時にこうやって皆さんに提供する動画の時やったらこう目とフライトに線をパッて入れたりとか、こういう風に見てるよねっていうのも映像としてやったら簡単に伝わるのかもしれないけど、言葉でその時の雰囲気で伝えるっていうのはめちゃめちゃ難しいんですよね。あの別に今自分がしてることがすごいとかそういったことを言うんじゃなくて、本当にさっきの自分の一言で彼を潰すことができるっていうぐらいめちゃめちゃ恐ろしいことをさせてもらってるんで、まあ怯えながら毎回やってます。でも彼は素直なのでそういう怖い質問いっぱいしてくれます。まあ、なので楽しいのかなと思います。まあ、そこに関してはまた彼と一緒にお話をしてる動画も上げてみたいなと思うんで、それももし興味あったら見てほしいなと思います。
はい、そんな感じで、僕があのムム君に、直接指導しようと思ったきっかけっていうのはそこですね。結局は、投げ方が良かったとかそういうのは一切なく、もう本当に人間性です。人間性と彼の持ってたものと実行力です。そこに惹かれましたね。なので僕も、しっかりとそれに応えれるように毎日真剣に何かしら考えながら生きていきたいと思います。はい、ということで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。うん、失礼します。